昨日、日本自動車工業会の豊田章男会長、トヨタ自動車の社長ですね、彼が、記者会見で、ちょっと衝撃的なことをおっしゃったんですね。それはどういうことかというと、今のまま日本が、あるいは世界がカーボンニュートラルと、2050年、CO2 の排出を実質ゼロにするという方向に本当に行くならば、日本の国内の自動車生産は半分になるかもしれないということをおっしゃったんですね。これはいろんな過程がありますので、これは難しく言って非常に複雑な事情があるんですけど、今世の中でよく言われてるのは、ガソリン車はガソリンでね CO2 を出すから良くないだと、これを電気自動車にすればCO2 は排出しないからいいんだというふうに言われてるわけですけども、これは明らかに間違いですよね。つまりその電気自動車っていうのは電池で走るわけだから、その電池を充電する電力っていうのは今の日本では 75% が火力で発電されてる、つまり化石燃料で発電されているわけです。したがってそこで発生する CO2 が電気自動車の電池の電力になってるわけですね。したがってこれは LCA ってライフサイクルアセスメントっていうんですけど、要するに自動車から出る CO2 が電気自動車になってゼロになったからといって、それはそのライフサイクルで見るとゼロになったわけじゃなくて、その CO2 の発生源が発電所に置き換わっただけですね。したがって日本のように化石燃料の依存度が高い国では、その電池のコストのかなりの部分がその CO2 のコストというふうにこう評価される可能性があるわけですね。これはまだ具体的に決まってないんですけど、その2030年以降その LCA 規制っていうのを EU がやる方向だと言われていて、この豊田さんの話はそれを受けての話だと思うんですけど、そこが抜けてるのでほとんどの人にはちょっと意味がよくわからないところがあると思うんですけどね。要するに電池で走るからといってそれは CO2 フリーじゃないわけですね、その発電所を考えると。したがって発電所のにカーボンフリーが実現しないと自動車だけ電気自動車にしても意味がないわけです。したがって国全体として発電の CO2 排出を削減してもらわないと日本の自動車は EU に輸出できなくなると、そうすると国内の生産台数がほぼ半分ぐらいに減るというのが豊田さんの計算なんですね。でこれはいろいろな過程を重ねてますので、実際にそうなるということではないんですけれども、僕はトヨタの社長の口からですね、国内の自動車生産が半分になるかもしれないという言葉が出たのは非常に重いと思うんですね。でこれはトヨタさんは大人ですから、日本政府のカーボンニュートラルという方針を否定はしていないんですけれども、本当にカーボンニュートラル、2050年に排出をゼロにするということをやるとすると、日本から自動車産業がなくなると、あるいは半分になると、少なくともガソリン車はゼロになるということぐらいは覚悟しないといけませんよということを彼は言ってるわけですね。で、小泉進次郎環境大臣なんかですね、もうカーボンゼロでね、もうどんどんもうその化石燃料なんか全部やめればいいんだと言ってるけれども、それは日本から製造業を空洞化させる道なんですね。日本製鉄が先日ももう国内の高炉を閉めて海外に高炉を移すっていう、ね、発表しましたけどね、これも日本政府の カーボンニュートラルっていう方針に合わせて、もう国内では高炉は新たに作りませんとか、もう全部海外に移転しますとか言ってるんだけど、結局これは大きな雇用が国内で失われるということですね。
別にあの資本主義としてはね、株主としては別にコストの安い海外に行くことは構わないんだけれども、これは本当にその日本の国民にとってカーボンニュートラルというのは幸せな道なんでしょうか。